はい、こんにちは。札幌占い美容室早回しのことです。今回は令和の、バレイヤージュの集大成みたいな感じを僕やりたいなというふうに思ってて、今回はモモンガの使っていただいている方向けの部分で、制作してるんですけど、こんな感じのイメージにしたいということで、結構ハードに抜かないとダメかなと思ってます。このような感じで、このような感じになってます。毛量は結構あります。これがビフォアの状態ですね。で、結構難しいのが、結構こんだけ暗めのバリア中からベースの暗めの感じからこう筋が入ってるんで、結構この辺のオレンジが対処法が難しいかなと思います。あとはどうでしょうかね。あとやりながら説明します。ちょっと時間かかっちゃうんで、あと1点だけ、ちょっとね、動画で分かりづらいと思うんですけど、結構白い若白髪がちょっとあってですね、昔からあるんですけどね。で、その若白髪がちょっとだけあって、それをちょっと目立たせたくないから、やっぱこういう今回みたいなちょっと根元が暗い、ぼかせるようなデザインを今回ちょっと選んでいただいたのかなっていう感じがあります。ので、ちょっとこの白いところを潰しながら、もしくはブリーチで拾っちゃうかもしれないですけど、白髪がちょっと分かんないようにちょっとしていきたいと思います。はい、ということで早速、ちょっと令和の集大成のバレイヤージュをちょっとやっていきたいと思います。これを見れば大体皆さんやり方が分かるんじゃないかなっていうんで、いろんなことをちょっと混ぜたミックスさせたやり方で、ちょっとやってみたいと思います。